究極シェンロンに世界の混乱を願った男、スーパーイーシンロン。その行方を追う中、若者はドラゴンレーダーで3つのドラゴンボールが集まっている場所を発見した。そこにスーパーイーシンロンがいるのは間違いない。若者は全ての答えが待つ決戦の地へ急ぐのであった。スーパーイーシンロン、世界を混乱に導いたのはお前なんだな。ドラゴンボールを集め、くだらんことを考えている奴は貴様か。様の集めたドラゴンボールを渡してもらおう。なんだと。抵抗なんて愚かな真似はするな。さもないと一瞬で殺してやるぞ。Yeah!
ここまでよく倒れなかったな。貴様の力、認めてやってもいい。では、貴様が集めたドラゴンボールをいただくとしよう。スーパーイーシンロン、何する気だ。世界に散る7つのドラゴンボール、集めるのに苦労しただろう。もう一度集めるんだな。やめろ7つのドラゴンボールが揃うまであと一歩というところで、スーパーイシンロンによってドラゴンボールは世界各地へと投げ飛ばされてしまった。変わり果てた世界を元に戻すための希望の光は散り散りとなったのだ。若者は再びドラゴンボールを集め世界を元に戻すことができるのか。そして最悪の敵スーパーイシンロンを倒すことができるのだろうか。